皆さんこんにちは。オーブリン大学リベラルアーツ学群の多々良直弘と申します。これから言語教育プログラムの概要をご説明していきますので、どうぞよろしくお願いします。ご覧のように言語教育プログラムは人文、社会、自然、統合型とある4つの中でも統合型プログラムに属しています。言語教育プログラムが統合型プログラムに属している理由は、この学問分野が言語学、教育学、心理学、社会学、コミュニケーション学など複数の学問分野に深く関わる複合体であるためです。もともとオービリン大学は語学のオービリンと呼ばれていたように、英語、中国語などの言語に力を入れており、2020年度までのカリキュラムでは英語学、英文学、中国言語文化、日本語日本文学、日本語教育など言語別のプログラムになっていましたが、2021年度のリベラルアーツ学群の再編成で言語別の習得を前面に出すのではなく、幅広い教養に基づいたリベラルアーツ学群ならではの日本の他の大学にはあまりない語学習得というものを目指すことになりました。それに伴って人文領域では言語学と文学をベースとした語学習得、そして統合型プログラムの中に言語教育をベースとした語学習得というものを設置しました。ですのでこの3つのプログラムにはそれぞれの共通科目に加えて英語、中国語、日本語という3つの言語の回分類が存在しています。では言語教育がどのような学問分野であるかを説明していきましょう。簡単に言えば読んで字のごとく人間が用いる言葉の教育を研究する分野です。言葉には大きく分けて2つの種類があります。一つは母語、もしくは母国語、英語では A Native Language と言いますが、これは人が日常生活をする上で本能として使うものです。もう一つは外国語、英語では A Foreign Language と言いますが、これは母語ではない言語です。例えば日本で生活している人の多くは日本語を母語としていて、その他の言語は外国語になります。母語を教えるのか外国語を教えるのかではその教え方はかなり事情が変わってきます。また違った見方で言語教育を見ると、学ぶ側から見るときの言語学習 Language Learning と教える側から見るときの語学教育 Language Teaching に分けられ、これもどちらに視点を置くかで考え方が全く変わってきます。また言語教育が扱う問題としては、言語と文化の関係とか、どのような方法で教えるかとか、教師の役割とか、どのようなテストを行うかなどが挙げられます。では話を言語教育の中の構成に移すことにしましょう。統合型プログラムに属する言語教育プログラムの中身は少々複雑になっています。一つ一つ説明していきましょう。まずこれは先ほども少し触れましたが、専門型プログラムの言語学文学と同じように、この言語教育の中にも英語、中国語、日本語という3つの言語が含まれています。それがこの表で見ると下の段にある言語別科目のところに相当します。次に言語別といっても単に英語、中国語、日本語に分かれているわけではありません。表のオレンジの部分をご覧ください。この言語教育プログラムを言語別ではなく教員養成課程の種類で2つに分けると、日本の中学校と高校で教えるための免許を取得するための教職課程と、日本語を母語としない人に日本語を教える教員を養成する日本語教員養成課程に分けることができます。そして教職課程には英語の先生、中国語の先生、国語の先生になる課程に分かれます。このように言語教育プログラムの中は細かく4つの課程に分かれることになります。同じ日本語を教えるのでも教職課程の国語の場合と日本語教員養成課程の場合では教育内容も変わってくるということになります。最後に左側の青くなっている部分の上にある共通科目をご覧ください。ここに配置されている科目は先ほど説明をした4つの課程のどこからでも取れる、もしくは取らなくてはいけない科目が入っています。
この中にもいくつかの種類があります。それが太い括弧の中に明示してあります。これはその科目がどの学問分野に属しているかを示しています。ご覧いただければわかると思いますが、この言語教育では言語教育、言語学、コミュニケーション学、教育学、心理学、社会学というさまざまな学問分野の科目を取ることによって、教師になるための幅広い知識を身につけ、その上で4つの課程に配置されているそれぞれの課程に必要な専門性の高い科目を取っていくという仕組みになっています。現代社会では教員は優れた人間性のみならず、幅広い知識と専門性の高い知識の両方が求められています。非常にハードルが高いですが、そのハードルを超えていくための力をこの言語教育プログラムでは養成していくように科目を配置しています。今挙げた科目以外にご覧のような科目が言語教育にはあります。括弧内はその科目が配置されている科目群を表しています。国語は教職課程の国語、日本語は日本語教員養成課程を意味します。キリスト教徒教育はオービリン大学がキリスト教精神に基づいて教育を行っていますので、キリスト教への理解を深めるための科目です。応用言語学は言語学の研究成果を言語教育に応用するための科目です。中国思想概論は国語に配置されていますが、これは国語の先生は現代文や古典のみならず漢文も教えられなければならないので、その素養を身につけるためのものです。日本語の評価法は多様な学習者に対する日本語の評価の考え方や方法を学び、実際にテストを作成する科目です。基本的には共通科目から決められた単位数を取得し、それぞれの課程で定められた科目を取って卒業時に資格や証明書を取得しますが、4つの課程から横断的に自分の好きな科目を選択することも可能です。これまで説明してきた言語教育プログラムの科目以外に、教職課程には教職関連科目というものがあります。教員免許を取得するためにはこれらの科目も取らなければいけないので、詳細は省略しますが補足としてご紹介しておきます。日本語教員養成課程についても、言語教育プログラムの科目以外に履修する必要のある科目が5つの区分で示されています。修了証明書取得を目指す場合は、言語教育プログラムを主軸にして関係する分野と掛け合わせながら学んでいくことが可能です。言語教育プログラムの主たる目的は、英語、中国語、国語、日本語を教える教員を養成することです。教職課程は政府の文部科学省が統括するもので、日本の中学校や高等学校で教えるためにはこの教職課程を修了して教員免許を取得しなければなりません。そしてその上で各地方自治体や私立学校の採用試験に合格して初めて教壇に立つことができるようになります。日本語教員養成課程は日本語教育人材の養成において必要とされる5つの区分の教育内容から成り立っています。5つの区分とは、社会・文化・地域、言語と社会、言語と心理、言語と教育、言語です。45単位コースと26単位コースの2種類がありますが、どちらのコースにおいてもこの5区分の教育内容を幅広く学び、所定の修了要件を満たすことでそれぞれのコースの修了証明書が発行されます。この証明書は日本語教師の国家資格の土台となる学びを証明するもので、日本語教育機関などに就職する際にも必要とされるものです。ここまで言語教育という学問分野とリベラルアーツ学群の言語教育プログラムの内容についてご説明しました。リベラルアーツの学びの広さとその中における言語教育の位置づけをご理解いただければ幸いです。よろしくお願いします。